は変えたいけどやりたい仕事が分からなくて悩んだことはありませんか？滑らないキャリアエージェント代表の末永です。今回は本当に自分がやりたい仕事の見つけ方について、今まで4000人以上の転職者の支援をしてきた転職エージェントとしての視点からお話ししたいと思います。転職活動を始める際にやりたい仕事について考える多くの方が何をしたいのかということに重点を置くと思います。しかし結論からお伝えすると、転職活動では何をしたいのかの What ではなく、どのように働くかの How が重要です。転職で何をしたいのかだけに焦点を当てて転職活動をしてしまうと、こんなはずじゃなかったと転職に失敗する未来が待っているかもしれません。転職活動における What とは、職種は何か、何の業界か、商材は何かというような表面的なことを意味します。それに対して How とは、どのように働くか、どんな仕事内容か、どんな経験やスキルを積めるのかという中身のことを指します。なぜ What に重点を置いてしまうと転職に失敗してしまう可能性があるのでしょうか。本日の動画では How の重要性を説明するとともに、自分らしいキャリアを実現するための条件ややりがいを得るために必要なことについてもお伝えします。転職したいけどやりたい仕事がわからないという方は多くいらっしゃると思います。そんな方にはぜひこの動画を視聴いただき、やりたい仕事を見つけるためのヒントにしていただきたいと思っています。本題に入る前に、先ほどは What ではなく How を重視すべきだとお伝えしましたが、転職において企業を選ぶ際に重視すべきポイントは、先ほどの2つに Who、How マッチを加えた4つがあると考えています。 Who は誰と働くか、How マッチは給与や年収はいくらかということです。その中で多くの方は、例えばスポーツ業界に携わりたい、自社サービスを開発したい、マーケティングの仕事をしたいなどの What を重視しがちです。What を考えることは重要ですが、転職市場においては私の経験上、 What だけを見て転職をした人の多くはその後ミスマッチに悩んでしまい、再度転職を考えることがよくあります。その理由は、キャリアの自己実現をするために必要なことを理解できていないからです。こんな人になりたい、こんな成果を上げたいなど、キャリアを積む上で成し遂げていきたいものがなんとなくある人もいると思います。人によっていろいろな考え方があるとは思いますが、私自身はマーケットの魅力度とマーケット内での競争優位を得られるかという2つの視点が必要だと考えています。マーケットの魅力度とは、そのマーケットで自分が働くことになった場合に魅力を感じるかどうかです。例えば今後伸びていく業界なのかであったり、儲かりそうなマーケットなのかなどが挙げられます。もう一つのマーケット内での競争優位を得られるかですが、実はこれが非常に重要なことなので覚えておいてください。ここで言う競争優位とは、会社間のことではなく、自分自身がそのマーケットの中でライバルと競争して勝ち続けることができるかということです。転職を繰り返して未経験の仕事ばかりしていては、当然のことながらライバルに勝つことは難しいでしょうし、負け試合が多くなってしまいますよね。そうならないために必要なのは、そのフィールドに立ち続けることです。つまり長期間辞めずに仕事を続けられるのかがポイントとなります。そのためには仕事の中で一定のやりがいを持てなければいけないですよね。やりがいある仕事であれば長期間辞めずに仕事を続けられるはずです。実はこの視点が転職活動をする際に抜けてしまっている人が多いために、思っていたこととは違ったという事態が発生して短期離職につながってしまうのです。ではここから本題の、一体仕事のやりがいとは何で決まるかについて話していきます。やりがいというのは一つの要素で決まるものではありません。いかに自分が希望した仕事ができたとしても、人間関係が良くなければやりがいを持って働くことは難しいですよね。また人間関係に恵まれていたとしても、土日出勤が頻繁にあり残業が多い職場であれば、それもやりがいには感じないでしょう。やりがいとは次の4つの要素の掛け算によって決まるものだと思っています。仕事内容、給与などの待遇、働き方、人間関係、スキルアップや成長感、キャリアとしての有望性、これらのどれかが欠けてしまうと、やりがいを持って仕事ができなくなってしまいます。しかし多くの方がやりがいを構成する変数を変えず、興味あるテーマや分野、つまり What を重視してしまうために、やりがいを持てずに働くことになってしまうのです。実は What は仕事のやりがいを構成する要素にはさほど影響を与えないのです。私が What ではなく How を重視すべきだとお伝えしたのはそういうことです。なので What を考えることももちろん必要ですが、それ以上に How を考えるべきなのです。
What、How、Who、How much の全てが揃ってこそ自分の軸に沿った転職活動ができるようになるのです。趣味や興味だけで転職することがいかに危険なのかがなんとなく分かりましたでしょうか。スポーツに興味があるからスポーツビジネスをしたい、マーケティングの仕事が面白そうだから挑戦してみたい、客先常駐じゃなくて自社サービスを開発したい、これらはどれも What でありやりがいとは無関係ですよね。このような動機だけで転職してしまうとやりがいを持てずにまた転職をする羽目になる可能性があります。いかに自分が興味ある分野であろうが現実は厳しいものです。やりたい仕事がわからないと困っているのであれば、まずは What ではなく How から考えてみましょう。そうすることでやりがいを持てる仕事に出会える可能性が高くなるはずです。転職活動において How を考えることの重要性をご理解いただけたのではないでしょうか。しかしそうは言っても結局はどの仕事に就けば幸せになれるのかと悩んでいる方へ、最後に一つ実体験をもとにしたアドバイスをさせていただきます。それはその業界で求められているのは経験者であるとは限らないということです。実際私の周りにいるサッカーや野球などスポーツチームやリーグ自体の運営事務局の社長や専門職ポジションについている人はリクルート出身の先輩が多く、スポーツ業界経験者ではありません。業界経験者でなくても今までの自分の経験を生かす形でその業界に貢献できる方法はいくつもあるのです。中途採用で欲しい人というのは今の仕事を任せられる人だけではありません。今の業界や会社に足りていない課題に対してその解決策を提示できるような人も求めています。なので本当にその業界に貢献したいのであれば、その業界に今足りていない課題に目を向けることから始めるといいでしょう。そしてその課題の解決策を提示できる経験やスキルが身につけられる場所へ修行に行く選択肢も考えてもいいと思います。今回のまとめの前にお知らせです。弊社アクシス株式会社では転職を前提としない有料キャリアコーチングサービスマジキャリを提供しています。キャリアに関する悩みを抱えている方、初回無料のキャリア面談でお待ちしております。また20代の営業経験者に特化した転職エージェントを運営しています。転職を検討中の方はぜひご相談ください。最後に自分の市場価値に不安がある方に向けて無料の市場価値診断サービスを LINE で提供しています。1分で完了しますので概要欄から気軽に友達追加してみてください。今回の動画では少し厳しい表現もあったかと思いますが、個人的には辛いことを理解した上でのチャレンジはぜひ応援したいと思っています。本当にやりたいことを実現するためにはそこに絡むことだけを目的にせず、継続性や実行性を意識して選択していきたいですね。もしそれでもやりたい仕事がわからないという悩みが解消されないのであれば、ぜひマジキャリのようなキャリアコーチングサービスを頼ってみてください。どうしても自分の力だけで考えていると What の部分に目が行きがちで、なかなか How を考えることも難しいこともあると思います。自分が本当にやりたいことは何なのか、その後の先を見据え、あなたをちゃんと先入観なく第三者の目線でアドバイスや導いてくれる転職の専門家のサポートがあればより安心できると思います。弊社が運営するマジキャリでは、面接対策だけではなく、あなたに今本当に必要なことは何かという視点でサービスを提供しています。評価させる人材になるためにマジキャリを使ってみませんか？皆さんがやりがいある仕事に巡り会えたら幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。